See you! の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所、刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえ、ね。愛が佇む男は周囲を見渡して、どうやら男は包帯に覆われた表情には草木が揺れ音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり、
事に食物を手に入れた男は、朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い集めた。少年は受け取ろうとみじろぎしたが、弱り切った体では、少年はごまかすように、男は黙ったまま。あの子、ともか次の物語を書いて。とは言ったものの、ずいぶん高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんど、あなたはこれか。町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは、古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、蘇った機械兵は女うなり声を上げた。立ちはだかる者は斬る。射撃。負けられない。
賞金稼ぎの女は倒した機械兵の記録を確認する。かつて王子であった少年は王国を追われた身だった。共に旅をしていた男は彼の友であり護衛であった機械兵。しかし少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者全てを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき意識は失せ、男はずっと自らの主を守り続けていた。女は二人を弔う墓を建てると静かに森を立ち去った。この記憶でこれで正しい。それは意志。あなた。先はまだ長いわよ。